西原義次郎から1935年12月27日は、長戸浅群厚南村出身の建築家。1897年から1917年までは、福岡県営前係や愛知県営前係に合職し、1918年に名古屋市発の個人建築事務所を開設して活動した。父は西原栄次郎、母は野江 1869年1月8日、長戸朝群厚南村大技東末に西原家の長男として生まれた。朝群末小学校を卒業し、吉木郡山口町の山口黒上塾で学んだ後、大阪商業学校に入学した。さらに、東京の工営学者や神田数理学校で学び、さらに1889年2月には、 開校したばかりの公衆学校増加科に入学し、1890年7月に第3期生として卒業した。公衆学校在学中の1889年4月には教授らの推薦により、設立されたばかりの作り科学会に巡回員として入会している。高歌学校卒業後には日本土木会社に入った。1891年1月からの半年間は東京、 清井町の伏見宮邸で製図と監督係の補助を務めた。1892年1月からは、高原博作りの補助として、猿若町から下谷に町町に移転する市村座で、現場主任監督法を務めた。1893年2月には、臨時兵庫県屋いとして、工場主任を務めて、堤防や橋梁などを設計した。同年9月には、 西原家の家督を相続し、同郷の杉真子と結婚した。1894年10月から1895年3月には、東京、工事町の行政裁判所長者の工事監督補助を務めた。1896年2月頃には、京都の紫の織物合資会社の新築主任技師となり、工場や倉庫や寄宿舎を設計して、工事監督を務めた。 同年11月から1897年2月には、京都銀行と大阪製苗会社の設計を委託された。1897年4月には、福岡県土木課営前係に奉職。土木課で建築を担当する土木技師は数人しかおらず、同じ土木技師の白岩正夫が文部省に出向すると、1901年には、 日本赤十字社福岡支部の設計と工事監督を引き継いだ。福岡県での博覧会、九州医科大学校舎、旧西福岡県立、東地区中学校、小倉工業学校などの設計管理を担当した。さらにこの時期には、福岡県福岡工業学校は西原が担当していたが、西原の退職後には、亀田城平が仕事を引き継いで1910年に、 完成している。同時代の名古屋で活躍した鈴木定治1906年には愛知県営前係に転職した。1907年から1916年までは県委員を務め営前係の中心人物となっている。1905年には旧政大八高等学校、1910年には第10回関西府県連合共進会、1910年には 愛知県商品陳列館、1910年には愛知県女子師範学校、1911年には愛知病院医学校、1911年には愛知県第五中学校の建物の設計を担当している。なお、第十回関西府県連合共進会の会場設計は、ソネ中条建築事務所、愛知県商品陳列館の設計は、鈴木定治。 愛知病院の基本設計は鈴木宗康である。愛知病院の建物は現存していないものの、鶴舞公園に面した名古屋大学医学部附属病院門及び外部が国の登録有形文化財となっている。なお、戦前の名古屋の建築界では、滝学園本館や坑道を設計した村瀬国之助、広瀬久彦、神保義松、根津忠太郎、鈴木翔三郎、 瀬戸文吾など、公主学校の卒業生が、数多く活躍している。1917年には、愛知県営全科を退職し、1918年には、名古屋市内に建築事務所、西原建築公務所を開設して独立した。西原の独立は、鈴木佐次の独立よりも早く、名古屋市で最初期の個人建築事務所であった。南下田郡新城町の、 新四町立実家高等女学校、壁海軍安城町の安城町立、安城高等女学校などの学校建築を手掛けている。いずれも学校の運営が愛知県に移管される前のことであった。学校建築以外では、1917年頃に西尾市の岩瀬文庫職庫を設計したが、西尾市資料館が西原の作品であることを突き止めるまで、 その設計者は長らく負傷とされていた。岩瀬文庫書庫は関東大震災の直前に建設されたレンガ作りの建築であり、レンガ作りの技術や衣装が頂点に達した時期の建築であるほか、地方都市に現存する数少ないレンガ作りの建築である。1919年から1922年に三重県四日市市の富田病院、 1922年に名古屋市栄町のお三銀行本店、1925年に西尾市の岩瀬文庫児童館などを設計した。お三銀行本店は西原の代表的建築の一つであり、東屋を有する赤レンガ造りの建物だった。岩瀬文庫書庫はレンガ造り4層の建物、岩瀬文庫児童館は木造平屋建ての建物であり、 今日ではいずれも国の登録有形文化財になっている。ありがとうございます。